ほとんどの財産は社債権者が優先配当を受ける権限を抑えておりまして、これを例えば売却をしたからといって社債権者の了解なしに他のところに使えないという、これは従来からそういう仕組みになっています。そうした中にございますので、結局は国が例えば出資をしてですね、東電に出したお金がどん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 目減りをしていく、つまり何かに投資をしてそれで効率化をして安く発電できるということになるんであればいいんですが、つまり赤字だからそこの赤字の穴埋めに使っていくという段階状況では、例えば東京電力の今の規模からすると1兆円ぐらいのお金はすぐに枯渇をする、つまりそのことはどうやっていずれ国に返してもらうのかということでは、原資がなくなって結局国民全体の負担、つまり税金の負担になるということになりかねないという状況にありますので、ご指摘の気持ちと趣旨は私も同感でございますが、そういったことを踏まえて原価としてきちっとした査定をさせていただいた中で判断させていただきたいと思っております。小野次郎君。私もね、立場からそれは国会議員立場でいろいろそのお金はこの仕組みから出てくるんだ、これはこれに当てるんだって仕分けがあるってことは分かりますよ、頭の中では。だけどもともと事故を起こしたのは東京電力なんだし、それに伴ってさまざまな お金の不足が生じている。本来 体力がある企業であれば全部それは東京電力が賄わなきゃいけないものなんですからね。それができないから仕分けをしていろんな手当てをしていこうとしているわけで、それをすべての関東地方の方々に負担してもらうような一般家庭向けの電力値上げの際には全体についての理解が得られるようになってないと、なかなかこれはこうですよって枝野先大臣がおっしゃるような仕分けが別なんだからこれだけはやらせてくれみたいな話は理解が得られないですよということを指摘だけしておきます今日は。で、次の指摘をさせていただきますが、3月27日ちょうど1週間前に、新エネルギー基本計画2030年にどれだけ原発に依存するかという議論が行われました。このパネルの一番右端が震災前、に想定していた2030年には約5割を原発に頼るという案でございました。で、実績はどうだったかというと、一番左端の2010年の実績は原発は 26% でした。で、間に5本グラフが立っているのが、これが各専門家の方たちが言った意見を、報道を基本にしてまとめ直したものですけれども、私はこの想定の立て方自体が全然脱原発になってないということを申し上げたいんです。つまり 26% 2010年にありました。しかしご存知のとおり40年のその原発の一つの期限と考えるとですね、もう一つのパネル見てほしいんですが、54基あった原発は素直に考えていけば2030年には18基、つまり今の3分の1しかないんですよ。だから単純な計算すれば 26%、3割あったとしても、普通にデフォルト値というか何もしないでいたら、新規を作らないでいたら 8% か 9% しか18年後にはないんです。そこから議論しなきゃいけないと私は思うんですよ。ところが好きなように専門家が 35% だなんて2010年よりもさらに増やすようなことを言っておられるのも公平に並べておられる、この議論自体が私は非常に不本意でございまして、これは総理が脱原発と脱原発依存は二項対立じゃないと、いずれにしても社会全体で原発に依存しない社会にしていくんだとおっしゃってるけれども、専門家の方たちは新規にどんどん年に1個か2個ずつ増やしていかなければできないような想定も選択肢の中に入れながら、ある報道によれば専門家は 25% ぐらいが相場じゃないかなんて言ってるって記事もありましたけど、ありえないですよ。今あるものを40年で期限で考えていて、減っていくものを減らさないで2010年と同じレベルまで維持しようとしたら、次々と。